鶴川街道は、東京都町田市中町より、同市、鶴川、神奈川県川崎市浅尾区黒川を経由し、東京都調布市下石原を結ぶ街道。現在は、以下の三つの都道、県道より構成され、両端は、中町交番前交差点の町田街道と、下石原一丁目交差点の甲州街道である。なお、かつての道筋は、現在のものとは一部異なっているほか、 本町田塾付近から原町田二丁目にかけては旧来の鎌倉上道の経路を踏襲している。地形面から見ると、相模原大地の原町田から多摩丘陵の本町田へと分け入り、恩田川の谷筋へと下る。そこから尾根を越え、鶴見川系の野筋を進み、鶴見川と新港寺川が落ち合う能賀屋付近で、新港寺川の谷筋に入って、これを遡り、 鶴見川水系と玉川水系の分水嶺を越えて、黒川宿に降りる。黒川宿からは、三沢川沿いに玉川へと向かい、稲城市や野口で玉川を越えてからはまっすぐ、甲州街道に向かって、立川が計線を登っている。東京都道3号、世田谷町田線東京都道139号、新港寺長津田線東京都道、神奈川県道19号町田調布線。ありがとうございます。